自動運転バスに対する期待というかですね、そのようなものが現れているのではないかなというふうに。高松市はバスの運転手が不足する中、八島三条への観光客の交通手段を確保しようと、今年2月から3月に7人乗りの自動運転バスの実証実験をしました。オペレーター1人が乗車して、緊急時は手動運転に切り替えるレベル2の自動運転で行いました。9日間で499人が乗車し、アンケートでは 68% の人がまた乗りたい、 28% の人がやや乗りたいと答えた一方、 20% の人がブレーキの強さなどに危険を感じたと回答しました。高松市は今年度、利用者のニーズや費用、リスクなどを調査する方針です。そして来年度以降に JR 八島駅と八島三条の駐車場の間でおよそ30人乗りの中型バスを使って、乗務員がいないレベル4の自動運転の実証実験を目指すとしています。